今回は、アイシャートレイの1回目の車検なので、安さ重視にしました。いじってあるところ。オートライトセンサーカバー。ドラレコのカメラをフロントガラスに貼ってます。このカバー変えてると、ディーラーでは検査できません。元に戻せば多分大丈夫ですけどね。あと自作ラックを取り付けてます。ココラ、当たりは問題ないと思います。仕切りカーテンつけてるこの部分。ここのレールが位置的に不安でした。あと、フォグランプのバルブ変えてます。車検に出す前にエアフィルター交換しておきました。発煙筒は昔から電気のやつに変えてます。これだと電池交換だけでいいので、期限機にしなくていいです。早速向かいます。今回お世話になったウッドスピード神戸大蔵谷店さん。綺麗し、空調完備されてるので、整備士さんも作業しやすそうです。初期確認できたところで、立ち会いで部品交換場所とかの説明をしていただけます。私のアトレイは部品交換箇所1箇所だけでした。見積もりしていただいた後、そのまま検査していただきました。検査も2人から3人で確認していただいたので早かったです。ここでもろもろの検査して終了になります。車検の指定工場なのでしっかり検査していただける上にその場で検査できるので早いです。変えた部品がこれ。ワイパーゴム、普通に雨が切れるので大丈夫だと思ってたらこの部分切れてました。点検整備記録簿もしっかりつけていただけるので安心です。さあ、かかった費用、点検整備費用なんと3000円、工軸調整料3000円、ショートパーツ1500円、ワイパーゴム2本2000円、車検証郵送料500円、申請料200円、諸費用25740円、合計金額36,960円。ユーザー車検でも工軸調整は先にテスタ屋さんとかでするので、ワイパーゴムの2000円と工軸の3000円引いてユーザー車検より5720円多い感じですかね。今回楽天カー車検経由で申し込んだので後日2500ポイントゲットです。かなりお得と思いませんか。楽天カー車検おすすめなのでやり方説明しておきます。郵便番号を入れて店舗を探す。ここで距離の近い順にするのか、金額の安い順なのか、評価の良い順なのか選択します。今回は安い順で調べました。いっぱい出てくるんですが、指定工場は少ないので確認が必要です。大抵のところは預けて何時間後に取りに行くとかになります。今回のグッドスピードメガ SUV 神戸大蔵谷店。本当に安かったし、待合室から作業もしっかり見れますし安心でした。当然軽自動車だけでなく、普通車も車検できます。車検をお願いする店舗が決まれば、合計2500ポイントとかのバナーがあるので、そこをクリックしてエントリーしてから車検予約するとお得です。予約の際に紹介コードを記入するところがあるので、そこにこの紹介コードを入れていただければ、両社に300ポイントずつ追加です。お得なのでよければ使ってください。